どうこの虹、どんどん早くなってくるよ。え、そう、まだまだ真剣にやってますね。なんだか、おお、いい感じ、いい感じ、いい感じ。真剣にやってますね。真剣にやってますね。タイムアタックだから見えねえだろ。本当によ。だから友達いないよ。しょうもないことをやってますね。だから友達いねえんだろお前。おい、おい、そんなこと言うなよ。あんまり動画の中で そういうこと言うなよ。そういうとこで、なんかな、ごめんね、なんか、うん、ちょっと友達になってもらえる。ごめん、無理。ほらほらほら、もうちゃんとやんないと負けちゃうよ。そんなのはいいんですよ。はい、今日今スイカゲームやってるみたいですけど、はいはいはい、最近ね、スイカゲーム2人プレイができるようになったの知ってますか。はい、今ちょうどやってますよ、ね、はい。これ対戦形式でやってるじゃないですか。はいはい。今日はね、せっかくなんで企画にしようと思いまして、1対1で戦ってもらって、負けた方が負けた方同士で戦ってもらって、うん、最弱を決めていただきます。そしてその最弱の方には今日こちらご用意しております。罰ゲーム。かわいそう。これこの中に4枚の紙が入っておりますので、うん、はい、引いてもらって、必ずこれをやっていただきます。負けた方には、うん、よろしいですか。まあ要するに勝てばいいってことです。そういうことでございます。ごめん、ちょっと聞いてなかったぜ。なんでやねん。じゃあこれはさ、やっぱスイカゲームやってる方とやってない方で分かれてるから、はい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 、それでいいんじゃないかな。そうしよっか。もうね、いっくんとダイちゃん対ナナとアクミ。なるほど、なるほど、うん、じゃあまあ最初、ザコ下2人からやってもらって。お、え、アクンと7、アクン対7からいきましょうか。じゃあスイカゲーム結構やってるよ俺らはね。やってる。よーい、スタート。罰ゲーム絶対やんなきゃいけないの、これ絶対やんなきゃいけないです。かきらし、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 ちゃんとあれだよね、あの一緒にやってくれんだよね。だって罰ゲームだけ書いてさ、自分リスク負わないわけでしょ。何その言い方。え、そうだよね。そうだけど、だから引いたやつをジャンキーも一緒にやってくれるんだよ。まあいいよ、じゃあ一緒にやろうか。あー、それから絶対やれよ。分かった、みんな絶対やれよな、お前ら。みんなジャンキー恥かかすぞ。やかましいわ。誰かとジャンキー恥かくと、そういうことになるよね。誰かしら負けるから、タイムアタックだからちょっと考えてる暇はないね。確かに、なんか、でもちょっとかっこよくない今の。今のちょっとかっこよく言えた人勝ちにしよう。なんだろう、タイムアタックだから考えてる暇はない、うん、かっこいい、ちょっとかっこよく。ああ、分かった。今んとこほぼ互角ですからね。じゃあその間ちょっと一句のかっこいいやつを。もうタイムアタックだから考えてる暇はない。おお、舞ちゃんどう。名前や。じゃあちょっと大事。タイムアタック。ああ、なんで今来るの。考える気はないぜ。何なの最後。キモいってキモいって。最後何なの。最後のいらね。タイムアタックだってんだろ。はは。考えてる暇はない。はいはい、ママ。タイムアタックだから考えてる暇はない。まあなるほど、そうね、誤解です。みんな、うん、手が勝ったか言えよ。いや、これは、うん、これは視聴者に決めた。なるほど。ちょっと200点以上差ついてるよ。あれ、アク、アクやばいよ。まだ7早い。俺これタイムアタックって、よっか、俺タイムアタック RTA だ、 RTA。 テルレル。でもあと2分あるから、まだ。まあね、人生何が起こるか分かんないから。いや、ほんとそう。勝負って最後まで何があるか分かんない。さっきと言うな、続いてんじゃん、一人だけ。うわ、でもさ、結構積み上がってるけど、勝負ってな、何が起こるか分からない。スイカゲームって人生を元に作られたりしてる。違うだろ、絶対。ただのゲームとして作られた。お、え、結構さすがに、ガブラック追い上げろ。あれ、500点くらい差ね。え、さすがにさ、罰ゲームにさ、うん、あのスイカゲームにちなんで、うん、あの負けた方、あの一生果物しか食えないとか書いてないよ。さすがにそれはない。俺もそれ一緒にやんなきゃいけないから。俺
めっちゃ通常のやつと勘違いしてた。あ、タイムがこんな早いと思わなかった。え、俺さ、なんかマグリずっと、なんか普通のスペ…ね、おほほやつとやっちゃう。あつき、言い訳はそこまでだ。いや、でもさ、これ徐々にさ、落ちてくるスピードも速くなってる。ちょー、ちょー、あと1分これ難しいよね。クソゲーがよ、難しいんだよ。ラスト1分はね、結構早いんだよ。そうなの、そうなの。そうか、5分経たずに終わっちゃうこともあるもん。いや、全然ある。さっきもね、ちょっとまいちゃんと対戦したんだけど、俺やられちゃったもん、先に。あー、もうちょっとで生活作れそうだった。俺、絶対のやつかと思ってた。まあでも、ビリになんなければこれをやらないで済むから。じゃあ、とりあえず今回の勝者は7。おー、じゃあ俺と大地、はい、行きましょう。まあ俺がボッコボコにしてる。なんかイチゴバグってない。はいはい、ザコはザコないに今のうちに物言い声しとけよ。まあそっか、お前そっなの。はやさんには自信あるか。はぁし、行きます。じゃあ、いっくん対大地行きましょう。よい、さあ、どっちかすと思う。大ちゃん。大ちゃん。ザコは大ちゃん。大ちゃん。いや、それはね、だっていっくんより俺の方が人気だから。あ、そこでか。そこで。え、勝ち目にそうなんだけど、俺の中では。あの、俺泣いていい？どうぞ。ガチ目に人気が違うと。まあでもさ、今こうなんでそっちができんだよ。そう、デコパン来たからいいじゃん。こわっ。スイッチの2人くらいってどのぐらいこうみんなやってんだろうね。そうだね、教えてに。結構やってる人多いのかな。まあ、まあ、地球に80億人いるけど、そのうちの2分の3がやってんじゃない。まあ、それな。しかも結構やってたな。しかも2分の3って1以上じゃん。おーい、くっつけよ、気合いで。気合いだ、気合い。根性論、根性。おーい、なーに、こっち行くんでしょうもないよ、ほんとに。ほぼ互角だよ、でもまだチンチンカスカス聞いたよ。あ、どうぞ。大ちゃん、頑張れ、先輩。頑張れ、先輩。キモ。なんと、かき車できちゃったじゃん。かき車、これかき車って言うんだ。いけ、くっつけ、くっつけ、くっつけ、ほら、くっつけよ、お前。こういうお兄ちゃん、やだ。こういうお兄ちゃん、やだ。言われております。でも、はぁ、ネクストかき、ネクストかき。おお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 。でもこれは、どんなに綺麗にじゃないから、勝ちは勝てばいいからね。そうそう、高得点取ればいいから。綺麗にだったって。いや、でも今後にやりやすい配置だよ。え、あ、やばい、やばい、早い、早い、早い。今日早くなってくんだよ。分かるの早い。今、いらんとこに起き上がったこいつ。あれ、大ちゃんもちょっと高さが出てきてるよ。いや、大ちゃんね、ほら、急にね、スキルですね。ね、いや、でも残り1分だからちょっと急がないと逆転できねえぞ。よしよしよし、そろそろ1分やで。いいぞ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 。おお、あああああ、いかない、いけいけ、よしよしよし。おお、いかない。残り1分、残り1分。早いよ、こっから早いよ。いいぞいいぞいいぞ。いけ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 。悪くない悪くない悪くない。早いの、すごく悪くない。ちょっといくん、うまいな今のとこ。ここからはおっとおっと時間外ロールです。すごい、大ちゃんが早い、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 移動してる暇がない。積み上がっていく。やばいやばいやばい、積み上がっちゃう、積み上がっちゃう。大ちゃん、やばい、大ちゃん、大ちゃん、しゃー。はい、ということでこの勝負はいっくんの勝ちでございました。クソザコがそういうことするから、あの女性ファンからの支持率がないんだよ。だとしたらお前もっと下がってるはず。負け残りだから大ちゃんとあくんだ。俺じゃない、あつきだ。そう、あ、じゃあこれ、これはじゃあノーマルでやってもらおうか。ノーマルというかもう一個の方、アタックの方で。はい、ということで決勝戦。はい、逆になんて決勝ではないだろ。け、はい、け、け、はい、け、決敗戦。そうだね、決敗戦、決敗戦、決敗戦。ではスタート。これアタックモードっていうやつで、なんか溜まると相手の方にお邪魔を落とせるらしいんですよ。お邪魔をね、お邪魔、
お邪魔女ドレミ的な。そういうことでございます。だからね、ピリカピリラだ、テテ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 。主題歌なのかな今のが。どうこれは、あのなんか落っことされんのやりづらい。やりやすいむしろ積み上がってきた時に、そっかきついのか、おいってなんじゃない。なるほどね。あのデカ物が出てくるから。今1個なの。そう、1個ずつ落とすんだって。なるほどなるほど。合成しないとダメだから、こうやってずっとこうやってや待機しててもどんどんやられちゃうわけ。なるほどなるほど。だからうまく積み上げながら、どれだけ言葉にならない。どれだけなんだよなんだよ、積み上がらないよね。そう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 。あくんがいっちゃったよ。お、いいんじゃない。あくんいいんじゃない。あ、来た。しかもでけえの来たな、結構。そうなんだよ。あ、うん、ラッキーじゃん。ラッキー。こういうこともあるんだ。へえ。おーおーおー、あくんいいよ。はい。うわうわ、ラッキーじゃん。いや、これね、ラッキーじゃない。ラッキーじゃなかった。いや、パイナップル上にあんのきつくない。そういうこと。いや、これポイント制じゃないから、ね、ポイントだったらだいぶありがたいんだけど。なるほど。全然そうね、でかく、でかいのがない方がいい。そっかそっかそっか、ポイント関係ないんだもんね。ほら、パック幸せれちゃうんだけど。なんか、じゃあ、アタックできない。まだいけるよ。嘘でしょ。え、決まった。え、今何が起こった。決まってしまった。ポコンってなったんだよな。ポコンってやれたんだよな。本当だ、跳ねてる。そうそうそう、全然余裕なのに跳ねちゃったんだよ。やっぱすげえ。え、罰ゲームは、罰ゲームは、こんな早く決まっちゃいましたね。決まっちゃうんだね。すごい。決まっちゃった。じゃあこの1から4までありますんで、じゃあ番号言ってください。1、2、3、4。違います。はぁ、いろいろ書いてあるでしょ。どういう順番なの。どうしましょう。うわー、何書いてあるの。はい、もういいんだよ。必ず執行で、私と一緒に執行ということで。最悪だ。一緒にやろうぜ。適当に1。1。じゃあ1で、俺開いていいですか。じゃあ1。こちらが3です。1だろ。というわけで、何だったんだよ。1番の、はい、罰ゲーム、じゃん。好きなお菓子1個プレゼント。やったー。好きなお菓子1個プレゼントー。おるぞー、ゲットしたね。で、俺も一緒のことできるってことだから、好きなお菓子1個ずつプレゼント。おいおい、イエーイ。最下位でよかった。ナイフー。席どちらだ。罰ゲーム。なんで一回声で許さないもんね。じゃんけんもやれよっていうのも計算してるんだよ。嫌だったんだよ、俺も一緒にやるなんてさ、罰ゲームだし。だけど、まあね、あとこれ聞いてくれたから、まあしょうがないね。え、かりんとうでいい。しばらくね。おいおい、なんで裏切ってんだよ。おかしいだろ。ジャンキー頭使ってきたよ、もう。ということで、頭使えんのかよ。みんなから好きなお菓子を1個ずつプレゼントしてもらおうということで。1個ずつはおかしいだろ。なに1個ずつって書いてある破っちゃったからもう分かんないよ。1個ずつって書いてあったもん。いや、残ってる。確か1個ずつって書いてあったから、こみんなから1個ずつ、何でもいいから、高いのでも全然 OK だからね。いやいや、私ゴディバーがいい。いや、あの、あげる方だから頼むね。ちょうだい。うん、あげるか。もらったの、ちょうだい。やかましいわ。米津玄師みたい。夢ならばどれほど良かったでしょう。お後がよろしいようで。炎上するね。テンテンテルテン。チャンネル登録。テルテテテ。よろしくお願いします。テテ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 。インスタもお願いします。テテテ。いっくんの方もよろしくね。バイブバイブバイブ。